売上スリップとは市販される書籍の中に挟む二つ折りの長細い伝票のことである。短冊とも言う。広げた状態の売上スリップ一般的に売上カードとも呼ばれ、片面が補充注文用に使える伝票となっている。最近では補充注文カードの面にはバーコードがすり込まれるようになっている。一般の読者にとっては書店で購入時に抜かれてしまうため、 通常は書店の店頭でしか目に触れないものである。出版社への直接注文の場合は通常、スリップを挟まないが、オンライン書店で書籍を買った時、スリップがついたまま送られてくることがあり、仕おりとして使用されることも少なくない。書店を通さず、版元による直接販売やオンライン書店のみで流通する場合、このスリップは不要である。 書店へ出荷する本にも最初からスリップを挟まない出版社やレーベルが増加傾向にある。2017年から2018年で約20社が廃止を決めた。理由としては、ポスを利用するなどして書籍の受発注や流通、需要動向の把握がオンラインでできるようになり、必要性が低下したことと出版不況に対応したコスト削減が上げられる。 複数の店舗を抱える中規模の書店の場合、書籍の売り上げは、ほとんど書籍本体のバーコード読み取りによるポスで管理しているため、売り上げカードとしての役割はなくなってきている。しかし、出版社によってはスリップをまとめて送ると報奨金を還元するケースもあるため、書店ではスリップを抜いてプールする習慣が定着している。自費出版の場合でも、 一部の書店に委託販売する際はこのスリップの装着を求められることが多い。大手の場合、通常スリップを装着する作業は業者任せとなるが、地方、小出版流通センター扱いの小規模な出版社では、社員が出荷ごとにスリップを挿入する。挿入する場合、数ページをまたいで挟むようにする。1ページのみを挟んで挿入すると抜くときに、 書籍のページが痛む可能性があるためである。スリップの基本的な記載内容を精査した上、スリップ専門の印刷会社に発注する。入稿データを作成して発注しても良いが、通常、基本項目を知らせれば、入稿データを仕上げて構成用のデータを提示してくれる。バーコード用のソフトを出版社が用意する必要はなく、印刷会社がバーコードを自動生成して、 規定の印刷位置に配置したデータを作成してくれる。一度データを作ると、印刷会社はデータをストックしており、前回のデータを流用して、別の書籍のスリップに活用することが多い。日経 MJ2018 年9月3日、ライフスタイル面記事、消え始めた、短冊上伝票、出版不況で、コスト削減、この1年で20社が、廃止業務効率化、ポス普及で、 具体例としては、角川文庫、岩崎書店、金の星社、フレーベル館、一人社、竹書房が紹介されている。ABCD 出版業界の専門用語スリップとは、日本著者反則センター、小学館、責任、委託販売第2弾、ロフトと普及の狙いも出版業界紙新聞化マイナス2009年3月19日号スリップの髪の色。 澤部一志2002年8月7日ポットの西スタジオポット、ポット出版、書籍用スリップ発注システムスリップロボ。ありがとうございます。